今回は、プジョー308に乗りました。その中でも、クリーンディーゼルエンジンを搭載した、ブルー、HDI というモデルになります。個人的なことを言いますと、実はフレンチブランドの車は、ルノーにしか乗ったことがなく、プジョーに関しては、初めて乗るため、とてもワクワクしています。308というのは、いわゆる C セグメントに相当するモデルで、フォルクスワーゲンゴルフや、スバルインプレッサ、マツダアクセラ、ルノーメガーヌなど、数多くの、しかも、強力なライバルがひしめき合い、いやがおうにも、高いレベルで比較されてしまうセグメントに属していることになります。その激戦区にあって、プジョーはどれほどの存在感を示しているのか、まずはデザインから見ていきましょう。LED のヘッドランプや、メッキのグリルなど、現代的な演出は多少あるものの、基本的にはとてもシンプルです。シンプルなデザインが多い、イタリア車やフランス車の中にあっても、よりシンプルだと感じます。プジョーとシトロエンが合併し、独創的なデザインはシトロエンに任せ、ゴージャスな製品は DS に任せているため、プジョーはより大陸ヨーロッパ的な、シンプルなデザインに徹しているのかもしれません。ヘッドランプは、段がついた、鋭い形状をしていますが、車体全体としては、プレスラインはほとんどないのに、空気の流れを感じさせるような、幽霊さを感じます。シンプルだからといって、存在感がないのかと言われれば、決してそんなことはなく、女性的な、なだらかで、線の細さを感じさせながらも、どこかハッとさせるような、飽きのこないデザインだと思います。プジョーは、型落ちの、古いモデルを街で見かけても、ごく一部のモデルを除けば、かっこいいなと思わせる何かを持っているように感じるのですが、それはおそらく、一貫してシンプルさにこだわってきた結果なのだろうなと思います。タイヤは、ミシュランのエナジーセイバーが装着されています。ミシュランは、フランスの会社ですが、コンチネンタルやピレリと比較すると、日本での認知度は高いようです。クリーンディーゼルですので、燃費のために、エコタイヤを装着しているのは、致し方ないところでしょう。内装を見ていきます。まずびっくりするのが、ハンドルがとっても小さいことではないでしょうか。メーターなどの視認性を考慮した結果だそうですが、操作がクイックになってしまいそうな気がしてしまいます。実際の操作感については、後ほど走ってみて検証していこうと思います。シートは少し固めで、個人的には、もう少し柔らかくして、フィット感を持たせた方が、好みかなと思います。ハンドル自体のデザインは、スポークが太く、意外と古典的な感じがします。インパネ周りはシンプルそのもので、とてもフランス車らしいです。メルセデスの入門グレードだと、ボタンの数がやたらめったら多く、時代遅れだとさえ感じるものですが、見た目としてはこちらの方がいいなと思います。ただ、プリウス PHV もそうなのですが、エアコンをナビ画面で操作するのは、ちょっと使いづらいです。セレクトレバーは、ストレート式に見えますが、実はゲート式です。ハンドルが小さいため、メーター類は、ハンドルの上から見るという形になり、この視線感覚はとても斬新です。収納関係は、必要最低限にして、十分といったところです。ティッシュだったりゴミ箱だったり、余計なものは、車に積み込むなということなのでしょう。ドリンクホルダーにはカバーがかかります。後ろの席に乗ってみます。私は、身長176センチメートルなのですが、適切なドライビングポジションを取った状態では、膝周りはほとんど余裕がありません。現行の C セグメントで、ここまで狭い車は、正直初めてです。新型インプレッサや、アクセラには、どう考えても負けていますし、B セグメントのホンダフィットや、マツダデミオ、さらには、A セグメントの日産マーチや、トヨタパッソよりも狭いです。毎日のように、大人で3名以上乗る人は、少し厳しいかもしれません。ラゲッジスペースは、VDAK 速報式において、後部座席使用時で420リットル、後部座席格納時で1309リットルの容量があります。この数値は、C セグメントのハッチバックとしては、大きい方だと思います。
床面は開口部よりもかなり低く、さらに奥行きも結構あります。こんなにラゲッジの奥行きがあるのなら、後部座席をもう少し、広くしろと言いたくなりますが、まあ車の設計なんて、そんなに簡単に行くものではありませんね。は直列4気筒の SOHC1600cc のディーゼルターボエンジンで最高出力120馬力最大トルク 30.6 キロです。 SOHC ではありますがスペック的に特に劣っているような印象は受けません。 C セグメントながら30キロの最大トルクというのはなかなかパンチがありそうです。さらなる刺激を求める人は2000cc のディーゼルエンジンを搭載した GT というグレードもあるほか、もちろんガソリンエンジンのモデルもあります。それでは、ヨーロッパ、カーオブザイヤーを受賞した、308の走りについては、後編で、検証していくことにしましょう。